福岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらはポーチ類なんですが、編み底ポーチ、そしてポケットティッシュポーチです。こちらの3点は底部分が編み物になってます。作家さんの手編みです。そしてかわいい猫の生地と合わせて仕上げてあります。重ねていますが、大きさがこのような感じで少しずつ違います。一番手前の小さいサイズからご紹介していきます。まずは猫の生地の部分、編み物の部分です。作家さんオリジナルの花ちゃんのタグも可愛いんです。本体はファスナーで開閉です。内側です。次に中ぐらいのサイズです。コーヒーカップと猫の生地、編み物の部分、後ろです。内側もご紹介します。一番大きなサイズ、猫とカメラの生地です。編み物の部分、後ろからです。内側もご紹介します。ポケットティッシュポーチは同じ大きさです。まずはこちらで詳しくご紹介していきます。猫の生地です。そしてファスナーポケット、逆側ですがポケットティッシュがセットできます。他もご紹介していきます。猫と花の生地です。色合わせが可愛いです。そして内側、こちらの生地はコーヒーカップと猫の生地、後ろと内側です。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。 You can now order from an overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@norabiko